野党側は参加者が増えたのは、安倍事務所が功績などに関し込書を使ってコピーもしてくださいと、こういうやり方で幅広くで安倍事務所が募っていることについて、総理はいつから知っていたんですかと。そういう、えー、文章をということについては、ですね私は松延高には承知はしていなかったのでございますがこの文章は見たことはなかったけども、募集してるということについてはいつからご存じだったんですか。 私はですね、まあ、幅広く募っているという認識でございましたえ募集しているという認識ではなかったのです<募> <laughs> 日本語、今まで48年間使ってまいりましたけれども、募るというのは募集するというのと同じですよ、募集の募は募るという字なんですよ。あのえー、それはです、ねまあ、つまり、えー、事務所がです、ねまあ、いわば 今までのです、ね、経緯の中において、まあ、それにふさわしい方々に声をかけているとふさわしい方に声かけてるんじゃないですかこれ見てくださいよ、コピーして、コピーしてくださいと、知人も友人も誘ってくださいって書いてるんですよ、これが募るっていうかふさわしい方ということでですね、やっぱり募っているという認識があったわけでございまして、例えばですね、まああのえー まあ新聞等にですね広告を出してどうぞということではないんだろうと。また安倍総理は